デイリービルの山根で本日は関江さんをお招きしております。よろしくお願いします。関江さんをお呼びしたのは他でもない、本日10月18日のまさに今日ですわ、ね、まさに本日ですね、うん、関江さんの新刊が発売されました。こちらですね、中国大恐慌の闇ということで、うん、これワックではなくビジネス社さん。すみませんでした。そう、毎回ね、私ね、関江さんの本を新刊が出るたびに紹介させていただいてる、ね、でも、もう理由はあるわけですよ、うん、めちゃくちゃ面白い。ありがとうございます。私もね、これ検本いただきまして、うん、あ、ありがとうございます。非常に面白い。やっぱり関江さん結構このペース早いじゃないですか。あ、そうですわね、本出されて、うんうんうん、で毎回こうアップデートしてくださるんで。いや、あの、というのはね、中国問題はね、はい、あのほとんど毎日のようにいろんな動きが変わりまして、またいろんな新しい動向ができて、状況も結構変わっていくんですよ。だから中国問題に関して、例えば年にね一冊出したら、この本が出たところでもう全て古くなっちゃうんです。そうなんですよ。だから結局中国問題はね、あの、まあ生命で半年回のペースで出さないと、あの、どん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 状況変わっていく。特にあの習近平政権の下ではね、うん、だからまあこの本もこの今年に入ってから、まあ、というのは今年の春先以降のね、あの経済政治の動き、あるいは台湾問題の動き、外交の動き、まあ、いろいろ捉えて、まあ、そういうまさにね、あの今何が起きてるかっていうのを出してるんですから、はい、うん、でもちろんその、中国の経済がね、これ崩壊しかかってる、うん、もうすでに崩壊している。それを、そうそう、まあ、共産党政権がなんとかこうね、違法策でごまかしたり隠したりしているだけだと、うん、みたいなところっては構造的には変わらないと思うんですけど、うん、習近平と例えば李強首相のこの力関係パワーとかね、うん、そのあたりって結構もう本当に頻繁にこう入れ替わったり、そうそうそうするわけで、そのあたり面白いですよね。例えばあのちょうどこの本が出たところで、9月の、まあ、あの9月の、まあ、下旬あたりで、ね、あの習近平サイトでね、うん、あの、まあ、中国経済どうにもならないから、じゃ あ, あのそういう一か八かの賭けに出て株を上げるんですよ、あの習近平の主導下で、あのそうなるとそれいろんな株を持ち上げる。あのしかも政府はね、うん、政府が株をいろんな資金を動員してな、うん、みんなに株を買わせるんですわ、うん、あれ政府が株を上げ屋ですわな、うん、あれ完全にこう操作してますね。操作操作する、釣り上げるだけという。そうなると釣り上げで一斉に株価が上がる、うん、そうなると庶民たちがいやそれで儲かるだと思って一斉に入るんですわ、うん、しかし入ったところで、うん、突然李強の方が、うん、あの冷や水を浴びせる、はいはい、冷や水を浴びせたところでゴーンと下がるんですよ、結局ね株を上げるか株をね、あの下げるかね、結局庶民たちがどうでもいいですよ、李強と習近平の戦いの中で一番大変なのは庶民たちだ習近平サイドに煽り立てられて、あのもう儲かるだと思って一斉に入ったらな、結局李強サイドでな、うん、いやそれはまあ、それはどうやらというな、わざと下げる、そういう方向を持っていったら、結局要するに何かな、あの権力者、あの二人がね、上で戦う、雲の上で戦ってる間に庶民たちはみんな大変で応存するという、まあそういう構造になってるんです。そ9月下旬に先ほどね、おっしゃられた、ある種その利下げであるとか、まあ、金融緩和ですね、うん、プラスその自社株買いをね、推奨するような、大規模でね、お金を吐き出すと、そうそうそう、やったんですけど、それ国慶節の前だったんですよね。で、国慶節10月1日、一日から、俺休みになるわけですよね、うん。だから庶民としてはすごいもうウキウキで。だからまあ今年、あの庶民たちが久しぶりある、はい、幸せのあの、はい、あの国慶節連休、7連休をね、久しぶりに過ごせましたら、はい、あの期待が胸にね、いっぱい膨らみまして、国慶節明けたら、みんなもうやるぞじゃない、やるじゃないかっていう、それでもう、あのね、もうそれこそ日本語で言えば、まあ、あの、とらる、え、たるきの、かわやさんような、はい、どうせ国慶節明けたら、株がさらに上がるから、うん、もう自分たち必ず儲かる、じゃあもう国慶節でもう使おうということで。それしかしで、ね、開けてから一向に上がらない、うん、むしろ逆に下がるという、今までの対策が全てでしたというよ、ね、そう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 あれ完全に、まあ、あの全部あの、李強は、まあ、やってしまったっていうような、
まあ、それで、いや、実はちょうど今日はね、まだ中国政府がまだ、国家統計局、まだ今年第三四半期の成長率を公表したんです。あれ7月から9月ですね。9月はね、はい、あれ、それ 4.6% だったんです。うん、いや、というのは、はい、同じ国家統計局が公表した今年の第一四半期は、5% だったんです。それで第二四半期は確かに 4.7%、それで第三はさらにもうちょっと下がるんです。まあ当然、本来当然そもそも国家統計局が出した 5% か 4%、まあそれは完全に嘘ですわ。しかし嘘であってもですよ、こう傾向がわかるんです。要するに嘘であってもだん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 下がってる、下がってるんですわな。いや、実はね、ちょっと、じゃあどうしてあれ国家統計局出したあの数字嘘で言えるのかとなるとね、実は中国でね、国家統計局の出す数字よりも多少信憑性があるのは、多少信頼されるのは財務省、中国財政部出す税収の数字。税収はなかなか嘘つけない。そうそう、税収の数字が、いや、はい、嘘ついてもいいですよ。後で水増しした税収の数字に基づいて自分たちで予算組まないとわけだからな、はい、収量増えた、はい、そんなできない、収量が増えたぞと言ったらじゃあ次やろ、予算出せっていう、はい、だから財務省が出した税収の数字が多少正しい、はい、じゃあちょうどね1月から9月まで、はい、財務省が中国財務省出した税収の数字は全国の税収収量はね 5.3% 減ですわ、だからは 5% 程度の成長率は嘘や、だプラスとマイナスを間違えた、そう 5% の成長率上げながらどうして税収が 5% 減になっちゃう、その中でですよ、企業所得税が 5% 減、要するに企業も収入が減ってるんですよ、利益が減ってるんですよ、マイナスになってる、個人所得税も 5.2% 減、個人の収入もマイナスになってる、あるいはまあ車両購置税、要するに車両、車ね、買うたびに払う税金、これも 9.6% 減ですよ。まあ、約 10% 減ってるというか、車もそれもう売れなくなってるという、まあ、要するに税収の数字から見てもですよ、あれね、そもそもあれ、完全に嘘ですわな。今、中国、ちょうど今日はね、あいつらはね、まだ国家統計局がまだ嘘の数字を出してるから、だからまあちょっとこれ取り上げて、ちょっと、あれまあ信じたらあかんよ。で、今回その最新のね、4月から9月期が、プラス 4.6 というね、表向きが発表されましたが、もともとこの今、共産党政権としては5をね、ベンチマーク基準にしてるじゃないですか。それがまあ達成できない、2期連続で達成できない、ここの責任問題っていうのは、これ習近平に行くのか、こう李強に行くのか、どうなんでしょうね。いや、まあ、習近平の理屈からすれば、はい、李強はお前が首相だったから、経済しかし、李強の理屈からすれば、はい、そもそも習近平が横車入れてくるんですからな、全部習近平主導下で経済やってるから、はい、じゃあ、わしの責任じゃないという、個人独裁体制はね、主にそういう問題生じてくるんです、誰も責任を負わないんです。どうしてかとなると、すべてあの独裁者の指示通りにみんなやってるから、だから全部習近平自身が責任持たなければない、逆に誰も責任持たなくてもいいから、あれで、ね、基本的にも無責任状態ですわな、習近平も全然責任を持つやつじゃないですから、だから誰も責任がない。あ、実はね、もう一つね、今日はここで話しておきたいのは、ひょっとしたらこれから中国経済のもう一つの面でね、大変深刻な問題になるのは、それはどういうことかとなると、ちょうどね、10月にね、中国政府が9月の生産者物価指数と消費者物価指数両方発表したんですわな、まあ、生産者物価指数というメーカーの出荷するものの価格の指数ですわな、当然、それが高ければ高くほど企業は儲けがあります、生産者は儲けがあるんですわな、低くなればなるほど生産者にとって悪い状況はない。もう一つが消費者物価指数、まあ物価が上がってるかどうか、まあ当然消費者にとって下がった方がいいっていう、当然な、消費者、普段ならばこの2つの数字ね、上がるならば一緒に上がるんですよ、当然でしょ、まあでしょう、メーカーの出荷するものが上がれば生活ね、消費品も当然価格も上がる、
あっち下がれば、要するに、一つが、まあ、生産者物価指数は PPI、消費者物価指数は CPI ね。大体両方下がるんです。下がるのは両方下がる。上がるのは両方上がる。しかしね、9月で中部でどういうことは、なったかどうなるか、PPI、生産者物価指数で下落、2.8 下落、2.8% の下落です、結構大きい。しかもこれはね、中部で PPI が下落するのも連続24ヶ月です。2年間。だってどこの国でも PPI ね、2年間下がってることはもう大変なデフレです。要するに不況、まさにこれ、大不況という話。しかし、その中で CPI、消費者物価指数が上がってるんです。0.4% 上がってる。まあ、それほど上がってないけども、問題は、消費者物価指数の中で何が一番上がってるかとなる食料品。食料品で 3.3% 上がってる。じゃあ、食料品の中で何がすごく上がってるかとなると、一つ果物が、まあ、6.7%。まあ、結構上がってる。まあ、果物食わなくてもいいから、問題はね、豚肉ですよ。豚肉。豚肉 16.2% 上がってる。中国人にとって豚肉は、ね、いや、そうそうそう。めちゃくちゃ大事ですよ。中国人ね、豚肉はないと思う、あれ。もう生きていけない。食べていけないじゃん。生きていけないから。さらに、野菜。野菜。22.9% 上がってますよ。あ、2割上がってます。しかも9月で、ね、別にあの何か野菜不足の季節じゃないわ、日本でもね、夏野菜が出たばかりということはな、普段はね、野菜が豊富であるということが、要するに何が言いたいかと、要するに今中国で今までね、 お金を政府が経済を上げるためにお金を大量にね、要するにお札を難発するんですよ、難発するんですよ、もう溢れすぎるんですよ。しかしだいたいお金あふれすぎたら当然インフレになるんですよ。当然なら物価上がるんです。しかしどうしてそれでも、どうして食料品だけ上がるかとなると、要するに他のものね、みんな買わないから、買わなくても、まあ、生きていくんですよ、しかし食料品だけ、ね、いくら貧乏になっても買わないとあかんし、野菜とか豚肉だ、だからそういうところで物価上がるんですよ、急騰。だ野菜が 20% 以上上がる、値上がりするのは大変だ。じゃあこの傾向で続くと、さっきデフレでしょ、 PPI 生産者物価指数が下がってることが、要するに企業が倒産していること、企業の収入が減ってる、どういうことは、要するに個人の収入も減ってるでしょ、 そうでしょ、じゃあ個人の収入が減ってる中で、失業が拡大している中で、食べ物だけがね、毎月のようにね 10% 20% 上がっていくとね、いずれかね、これだけでね、大動乱になっちゃうんです。中国人ね、昔ね、腹いっぱい食えたらね、もう造反しないんですよ、もう食えなくなったら、どんなことなるかわからない、今はそういう状況になって。結局食べ物ですからね。食べ物、ね、まあ中国人にとってな。中国人昔挨拶が大体、くだかって。中国人にとって最後、食べ物が、食べづらくことができなくなったらもうどうなるか。だから今結構国内で、要するにこの本書いてる通り、まあ、大恐慌の後でやってくるのは大動乱。大動乱。場合によって次の一冊がもう中国大動乱の闇っていう話になるんですわな。で、やっぱり日本。としてはね、これ気になるのが、そう、国内の混乱を、そういう、ね、目をそらさせようと、やっぱりこう海外というか、こう海を渡ってね、こう軍事行動等々に、ね、出てこられたらね、非常に困るわけで、そのあたり次の動画でね、そうそうね、軍事的なところを、ね、はい、解説いただきたいと思います。まあ、というところでね、はい、繰り返しになりますが、関さんの新刊ね、中国大恐慌の闇、本日18日発売ですね。概要欄にね、はい、購入リンクを貼っておきますので、ぜひよろしくお買い求めください。はい、どうもありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。最近少し肌寒くなってきましたね。なりましたね。それに伴い、少しこの秋の雨の多さといいますかね、なんかね、雨がよく続きますね。夕立じゃないですけど、夕立は夏ですけれどもね、なんか夜突然降ったりとかね、そうですね、あるわけですよ、そんな中、今回の風と雪コラボで紹介させていただくのは、杖傘。お、杖傘？ただの傘じゃないです、まあね、杖傘、百聞は一見にしかずということで、はい、これね、傘じゃないですか、立派な傘ですよ、
いい傘。いい傘でしょ。あ、で、布地も素敵。これを開きます。うん、はい。はい。開きます。え、すごいいい傘じゃないですか。じゃあこれ画面に入ってますかね。はい。で、これ普通の傘としてね、うん、いけますが、はい、さらに、これ、カシャンって。お、お、なんか出てきた。おっと。あ、持ってみましょうか。あ、どうぞ。これね、杖になってるんですよ、これ。ステッキ。あー、なるほど。じゃあ、最近ちょっと足が悪くなってるんで、ちょうどいいかなと。そうなんだ。え、ということは、はい、杖と傘を両方持たずに、この一つにど、はい、うん、こう一緒になってるから、一石二鳥。あのね、私ね、右膝の靭帯を2回切っていて、はい、あのね、松葉杖の時もあったんですけれども、うん、松葉杖が外れてからも、うん、やっぱこう膝が痛むのでね、うん、杖があったら楽だなって思う時は確かにあります。私も1日2回ぐらいありますね。で、杖ついてる時に、あ、傘あったらなって思いますね。そうね、確かに思いますね。だって傘持って杖持ってたら大変だもんね。一つになってたらそうなんですよ。いいですよね、はい、うん、はい。しかも傘自体もすごくいいやつでしょ。丈夫ですよね、これね、うん、突風でもこう、うん、なんて言うんですか、逆さま、逆さまにならないですね。にならないですし、さらに突風が吹いてもこのね、杖でなんとかこう、こう耐えしのバランスを保って、うんうん、で、ここ、この柄の部分ね、うん、突風で飛ばされて、でもここにカシッてこう、崖とかに掴まれるかもしれないという、優れものです。なるほど、え、じゃあもう一石三鳥だ。そうそうそう。で、暴漢に襲われた時これで、うん、剣道をやってた人なんか戦えますね。あ、そうですね、うん、本当にね、いつ何時備えあれば憂いなしですからね、うん、本当本当ね、うん、で、しまいまして簡単にね、商品紹介させていただきますと、はい、こちらね、杖屋、京都に本社を置く、あ、そう、杖の専門店、その名も杖屋というのがありまして、はい、そこの杖傘なんですよ、はい。でね、杖であることが、うん、これ一見分かんないですよね。あ、分からない。なんかね、うん、杖、何でしょうね、ちょっとね、あの方足悪いのかなとか、うん、周りに気を使わせてしまう可能性がある中、うんうん、これだと普通にただ傘を持ってるのと ね、 そうですね、見た目は同じですから、うんうん、はい、で、雨の時に傘と杖の両方を持ち歩かなくて済み、うん、先ほどね申し上げました、はい、大変便利ですと、うん、で、傘の開閉はロックをしないポップアップ式で非常に簡単。あ、こうでしたね。そうそう、うん、開閉時のストレスもありませんと、うん、で、杖の部分は、はい、ただのね、棒なんじゃないかと思う方いらっしゃるかもしれませんが、うん、ね、通常の傘とね、異なって、うん、しっかりとした軸とゴム製の杖先により歩行補助具としての役割を果たすと。そっか、滑らないですね。そう、滑らないですよ、非常に丈夫になってます、うん、で、色は黒、緑、紺と、あー、さっきの緑ですね。おそらく緑でしょうね、うんうん、で、料金は2万900円税込みです。なる、一石三鳥で2万9000円なら、うん、とても納得。そうですね、うん、傘と杖どっちもで2万っていうのはね、安いでしょうね。え、そして安心の日本製、はい、日本製なんですよ、うん、でね、これ画面に出ている写真では分かりにくいかもしれませんがね、はい、本当にね、これ作りがしっかりしてるんですよ。あ、してましたね、うん、うん、あの布地もすごくこう、いい手触りもいいし、あんまりまあ傘の布って手で触りませんけど、うんうん、いい感じでしたよ。いいんですよ、うん、でね、前回確かあの、うん、ケンテック社の、はいはい、自衛隊モデルのね、はい、腕時計紹介させていただきましたが、うん、最近こう私が常々申し上げているのが、うん、その腕時計をしない人が増えてるじゃないですか、うん、このアップルウォッチとかも、まあ、アップルウォッチはまだいい方か、うん、ね、スマホでね、はい、時間確認すると、はい、で、傘も同様に、うん、見ない、あのコンビニで買ったね、ビニール傘多いですよね、はい、多いですね、はい、男ならね、うん、女性もそうですが、うん、やっぱ大事な傘をこうずっとね、うん、長く使われてる方って、うん、はい、なんだろう、人にも優しくできる方は。そうですね、で、なんかそのビニール傘だと、うん、忘れちゃってもまあいいやみたいな、うん、で、こう使い捨てみたいなタイプとか、うん、でもちゃんとした傘を一本持つと、うん、物を大事にしようと思うから、ええ、ある意味これ環境にとてもいいと思うんですよね。確かに、うんうん、やっぱね、ビニール傘を頻繁に買ってる人見るとね、うん、やっぱこう計画性のない人、うん、天気予報見てない人なのかな。あ、そうね、プラスやっぱりこう、うん、女性を大事にしない男性なのかな男性を大事にしない女性。あ、それはあるかも、うん、うんうん、そういうのはね、あると思いますよ、はい、うん、で、杖、戻りますけどね、はいはい、杖傘ということからね、はい、高齢の方、うん、比較的高齢の方がターゲットかなと思いきや、でもほら
私みたいに膝とか、うん、あと私足首もね靭帯が一本ないので、やっぱりこう足に負荷がかかる人って年齢関係なくいらっしゃると思うので、うん、そういう方がその普段ちょっとこう歩きにくいなとか、うん、あとこれから冬になると関節が痛くなってくるので、そういう時にちょっとこう杖に見えない傘でしょ、うん、でもいざとなったら杖になるっていいなと思うんですよね、うん、であんまりこうお年寄り臭くないと言いますかね、うんうんうん、結構かっこいいデザインじゃないですか、うん、私が持ってても変じゃないですよね、うん、変じゃないです、違和感ないです、うん、といったところでね、本日紹介した杖や杖傘は風と雪ウェブサイトから購入可能です、はい、でね、他にも、様々なおすすめ商品を紹介しているインスタもね、ぜひご覧ください、うん、はい、それぞれ概要欄に URL を貼っておりますので、ぜひご覧ください。近藤さん、ありがとうございました。ありがとうございます、はい。